エストレーラ山脈は、イベリア半島のセントラル山系を構成する山脈。名称のエストレーラは星を表すので、日本語では、星の山脈といった意味となる。ポルトガルで、最も標高の高い山脈であり、セントラル山系でも、最も標高が高いものの一つである。ポルトガル本土の最高地点を含んでいる。この地点は明確な山頂ではないが、 高原全体では最高地点であり、トーレとして知られている。トーレは山頂にしては、通常にはない特徴を持っており、舗装された道路でアクセスできる。地勢上の最高地点は1204メートルであり、元の頂はスペインのアルマンソールボンである。頂上にはスキー場があり、ボダフォネススキー場と名付けられている。山脈は、セーア、マンテーガシュ、ゴーベア、 グアルダ、クビリャンのムニシピオの間に存在し、およそ1 0 0キロメートルの長さと最大で3 0キロメートルの幅である。巨大な河口岩の尾根で形成されており、かつては国土の南部辺境を形成していた。奇妙なことから絶壁と山海が、山の小川と湖が、美しい森と、壮観な眺望が形成されており、この地域は、ポルトガルの顕著な継承の魅力を占めている。 エストレーラ山脈からは3つの河川が流れる。ポルトガル領域内で最大の河川であるモンデゴ川、定所川の支流のゼゼレ川、モンデゴ川の支流であるアルバ川もまたこの山脈に源流がある。標高は1691メートルである。現在山脈はエストレーラ山脈自然公園の一部であり、セアムニシピオのロリガのスキー場で、 多くのスキーの機械を提供している。エストレラマウンテンドッグは家畜防衛圏としてブリードされ、この地域の名前に由来している。ケージョセラダエストレーラはエストレーラ山脈で生産されるソフトチーズである。レシピは2000年以上続いている。カードアザミと生の羊乳、塩から作られる。エストレーラスキー場が位置するエストレーラ山脈最高地点の雪。 アメリカ文学の古典、白芸の41章でこの三役に関わる伝説が言及されている。ありがとうございます。